二二、三人ぐらいも卒業するみたいで、なんかその、あ、じゃないな、そのうちの一人は活動教師するみたいだけど、なんだけど平手ゆりなちゃんはグループ脱退を発表、電撃発表だよ。なんか、冗談って、これは嘘でしたって言ってほしいな、言ってよ、ゆりなちゃん。 まあ、乃木坂46の白石舞に続き、今度は欅坂46の平手ゆりなちゃんが、脱退。まあ、卒業みたいな感じだよね。悲しいな <laughs>。悲しい。もう本当に悲しいよ。涙が、ちょっと。 ちょっと出ちゃったな <laughs> どうしようゆりなちゃんもうケヤキシッ46脱退したらもう僕と交際しようつぐきでした